はい、皆さんこんにちは。ターバラチャンネルのナベです。ターです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、1月中旬になりますね。僕の方がね、バラ庭の方をパトロールしていきたいなというふうに思います。あれ、異常はないかな、大丈夫かな、春に向けてね、しっかり冬管理の方できてるかなっていうね、確認の方を行っていきたいと思います。それではお庭の方行ってみましょう。レッツゴー。はい、それではね、北側フェンス、つるバラがね、3本終わってます。そちらの方からね、パトロールしていきたいなというふうに思います。じゃあ行きましょう。どうですかね、もう休眠期に入ってますからね、もう剪定誘引の方も終わりましてね、芽の方もね、もう休眠期に入ってるんで、こんな感じでね、赤くぷくぷくっとなって止まってますね。うん。これでね、春になると、この芽がね、どんどん伸びてくると。いう感じに、ね、なりますね。うん、順調です。株元の方もね、こういった感じでね、カミキリムシ産卵防止対策という感じになっておりますけどね。うん、こちらはね、フランソファジュランベリですね。素晴らしいですね。春の開花が非常に楽しみですね。うん、はい、こちらですね、ドロシーパーキンスランブラーローズになりますね。こちらもカミキリムシ産卵防止対策のね、終わっておりますね。こちらの方もね、剪定誘引の方が終わってましてね、もう休眠期に入ってるんで、今お休み中という感じですね。バシバシっとね、誘引されておりますね。うん、春が楽しみです。じゃあね、次行ってみましょう。はい、こちらね、我が家玄関前ね、鉢バラがたくさん置いてありますね。だいぶね、鉢が増えましたね。うん。以前ね、プランターが置いてあったんですけどね、もうプランターの方もないですね。すべてバラの鉢という感じになっておりますね。じゃあ寄っていきましょう。はい、こちらね、ドンファンですね。つるバラの、以前はね、8号のオビリスク仕立てにしてたんですけどね、今回用土替えがてらね、10号鉢のオビリスク仕立てに変更という感じになりましたね。8号鉢の時はね、もう枝の方が暴れまくりましたからね、こちらのドンファンね。うん、もう剪定誘引の方もね、終わって春を待つという感じになっておりますね。うん、こちらはですね、ブルーリボンですね。ロマママさんのね、紹介で購入しましたね。ノーブルシャインも、うん、順調に育ってくれております。はい、こちらはですね、川本ローズブルーヘブンですね。昨年の秋にね、オーナイで購入した株になりますけどね、カミキリムシ産卵防止対策の方も終わってましてね、で新芽にね、葉っぱが伸びてきて、強剪定もね、していない状態になっておりますね。うん、このままね、春を迎えるという感じにしていきたいなというふうに思います。はい、こちらね、川本ローズですね。カルトナージュさんになりますね。こちらもね、昨年オーナイでね、購入したんですけどね、まあ、少し問題がありましてね、こちらの方は枝がね、非常に細いという感じになっております。こちらのね、カルトナージュ、お花を咲かせるためにね、必要な枝の太さっていうのはね、割り箸の先ぐらいのね、枝の太さが必要なんですけどね、まあ、なんせ枝の方は細いと、まだまだね、株自体が小さいなという感じになってるんでね、今年の春はね、ちょっとお花の方は残念かもしれませんね。うん、はい、こちらにターバラ花壇になりますね。寄っていきましょう。以前ね、こちらコニファーがね、植わってたんですけどね、コニファーさんを抜いてですね、イントゥーリーグの方をね、こちらに植えましたね。こういった感じでね、まだまだ新苗なんでね、これから大きくなっていく感じのね、品種になると思います。楽しみですね。なんでね、ここは今バラがね、3本ですね。クイーンエリザベスとマチルダとのね、3種類が植わっておりますね。うん、はい、じゃあ隣行ってみましょうね。こちらの方もね、だいぶバラの方ね、植えましたね。以前ね、こちらオリーブの木があったんですけどね、こちらもブルーバユーとサフィレットの方がね、ターバラ花壇に参加しておりますね。なんでもうこちらの花壇はね、本当にバラしか植わってませんね。バラという花壇になっておりますね。まあ、パンジーとね、アリッサムの方は植えてありますけどね。まあ、なんせバラばっかですね。ターバラ花壇ですからね。うん、いいと思います。じゃあね、お店の方も行ってみましょう。はい、こちらね、お店の前になりますね。ウッドデッキですね。ウッドデッキとですね、まあ、あとこちら、花壇ですね。自作花壇の方がありますね。こう見てみるとね、もうやはり葉っぱがないんでね、枝ばかりという感じでね。ちらほらね、お花の方も植えてありますけどね。春がね、非常に楽しみな花壇だなというふうに思いますけどね。うん、まあ、どれもね、強剪定、寒肥の方がね、終わってますね。冬管理の方は全て終わっております。こういった感じでね、こちらもね、バラがたくさんありますね。
ほぼ地植えでバラの方ね育てております。こちらねウッドデッキですね。ウッドデッキの中もねバラがたくさん置いてありますね。ブルームーストーン、シャルムと川本ローズですね。香り飾りという感じになっております。まあこちらのねお店側の方はですね、まあ地植えと鉢バラという感じに、ね、なっておりましてですね、まあ、奥の方はねハイブリッドティーローズエリアという感じになっておりますね。うん、やはりねバラばっかですね。はい、素晴らしいと思います。春がね非常に非常に楽しみですね。うん、あれ父さん雨が降ってきましたね。これは大変だ、一旦退散しましょう。あ、濡れる濡れる。はい、自作花壇の中も見ていきましょう。あちらにはね水仙が植えてありますけどね、うん、綺麗にね咲いてくれてますね。うん、素晴らしい可愛らしいお花ですね、水仙さんですね。でですねこういった感じで微妙になんか生えてますよね。草なのか雑草なのかよくわかんないんですけどね。こちらはですねオルレアの種をですね花壇の方にねたくさん撒きました。なんでねオルレアの葉っぱなのか果たして雑草なのかいまいちよくわからないんですけどね、まあ抜かずにそのままにしているという感じになっておりますね。もう少しね成長してくれないといまいちよくわかんないんで、そういった感じになっております。はい、こちらにハイブリッドティーローズエリアですね、エブピアッチェさんと、こちらね前回地植えにしましたねサツキナイの若菜ですね、ロサオリエンティスの若菜と、こちらの枝はですね白くね樹液の方が固まってね結晶化していたという感じだったんですけどね、まああれからねこの白い結晶化した粉をですね、まあ、ゴシゴシ拭いてですね、まあ、綺麗にしたという感じですね。問題なくて良かったですね。はい、こちらねバネッサベルイングリッシュローズですね、オベリスク仕立ての地植えにしております。非常に非常にねイングリッシュローズ素敵ですよね。お花も綺麗でね香りも素晴らしいという感じのね品種になっております。こちらね鉢バラがですねちらほらちらほら置いてありますけどね、こちらロサオリエンティスのオーブ7号鉢でね育てていたんですけどね、こちらの方8号鉢のねオベリスク仕立てに変わったという感じになっております。非常に非常にね楽しみですね。こちらのオーブちゃんもね、うん、魅惑的なねお花が咲くんで、私このオーブさん非常に大好きですけどね。こちらのね挿し木苗が多いんですけどね、こちらの鉢はですね、まあどれもこれもね昨年の秋はね綺麗に咲いてくれたという感じになっております。今年の春もね非常に楽しみだなというふうに思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。さよなら。